私はミカ、23歳の会社員です。職場には同じ大学のマナミもいて、新入社員同士で頑張っているつもりでした。しかし、マナミと一緒にいるともやっとするようなことも多かったのです。今日のランチ、どこにする？私はお弁当を持ってきたんだ。あー、また女子力アピールしちゃって。まあでも、いいよね、ミカは。何が？食べるのが大好きだから、料理もできるってことよね。私なんて、あんまり食べられないから、料理しただけで食べる前にお腹いっぱいになっちゃうもん。そう。だってほら、私、この体でしょ？マナミは細いもんね。でしょ？そうなの。私ね、食べても太れないんだ。ミカみたいに。え？ああ、昔のね。今は努力してなんとか体型維持してるから、偉いぞ。私もミカみたいにもっと頑張らなくっちゃ。ミカの努力を見習わないとね。そのスタイルで言う？マナミはもともとスタイルいいからね。そんなことないって。私、太ってるもん。はぁ？でもさ、男に人気があるのは、今のミカみたいなちょっとぽっちゃり体型なんだよ。私なんて、モデル体型だから、高嶺の花で終わっちゃうもん。実は私は大学時代、今よりも体重が18キロも多く、マナミはそれを知っていて、わざわざ引き合いに出してくることも多かったのです。頑張って減量した私のことを努力家だと一見褒めてくれているようですが、毎回嫌味たっぷり。それでも会社の同僚として、大人として、ある程度は仲良くはしていました。そんなある日、そのマナミに合コンに誘われたのです。恋人が欲しくても出会いもなかなかない職場。おまけに不器用で男性免疫があまりない私は、これまで合コンでは撃沈ばかりでした。マナミと一緒に合コンに行くのは初めてで、もちろん不安もありました。でも、当日は焼き鳥居酒屋で合コンというラフなスタイルだと聞いて、試しに参加してみることにしました。男女比は3対3。しかし、合コン当日、急におしゃれなバーに会場変更。おまけに、マナミと友達の姿を見て、ぎょっとしました。ラフな格好でいいって言ったじゃない。どうしてマナミもナナもそんなにドレスアップしてんの？あれ？ミカには連絡しなかったんだっけ？場所変わったんだよ。服装もおしゃれにって連絡来たよね、ナナ？私は聞いてないけど。ねえ、ミカ、その格好じゃ浮くよ。私、帰る。ちょっと、あっちは3人で来るんだよ。1人余ってかわいそうじゃないの。だって、そんなこと言ったって。男は服なんて気にしないよ。ね、だからさ、お願い。そんな。大丈夫大丈夫。ミカがいないとつまんないし、私がしっかりフォローするからさ。はぁ、わかったわよ。二人はおしゃれにドレスアップしてるのに、私だけラフな格好。浮くのは明らかです。きっとわざとだと思いましたが、もうどうでもよくなってしまったので、諦めて参加して適当に帰ろうと思っていました。いよいよ合コンスタート。ケンヤさん、シンゴさん、トモヤさんという3人の男性が参加していました。その中でも、ケンヤさんは物腰も柔らかな話し方で、私に積極的に話を振ってくれました。ケンヤさんは優しそうで、とても安心感がありました。でも、私と話しながら、マナミの方をチラチラ見ていました。本当はマナミと話したいのかな？ここで、異性のタイプの話が始まりました。俺は優しくて、真面目な人がいいな。俺も、家庭的な女性いいよな。付き合うなら結婚も当然考えるしな。しっかりと家庭を守ってくれるような人がいいよ。なるほど。やっぱり男の人は、家庭的な人がいいんですね。ねえ、ナナ。え？ほら、ねえ、ナナ。ここでマナミは、男性陣にバレないように、テーブルの下でナナの足をつつきました。そうだね。そうだよね。家庭的なら、マナミはぴったりじゃない？もう、やだ。何言ってるのよ、ナナったら。マナミはね、
料理上手で節約上手なのよ。毎日お弁当を持参してるんだよね。じゃあ、ナナったらおしゃべりなんだから、恥ずかしいから言わないでよ。ランチ代節約したいだけ。ケチって思われるじゃない。え、嘘、マジ？マナミちゃん偉いじゃん。私はミカちゃんみたいに形から入るってタイプじゃないから、高い調理器具とか食材へのこだわりとかないの。は？マナミがお弁当持参しているところなんて一度も見たことがありません。それにこれでは私が料理できない女って感じではないですか。ナナを見ていると完全にマナミのサポート役なんだと分かりました。引きつったような顔で常にマナミに気を使っていたからです。ナナの言葉で一気に二人の男性はマナミにチヤホヤ。しかし二人の男だけでは満足できなかったのか、マナミの攻撃が始まりました。冷蔵庫の残り物で適当に料理してるだけなんだもん、恥ずかしいよ。あ、余り物でできるなんて信じらんない。さすがマナミだよね。ねえ、すごいね、マナミちゃんは可愛くて家庭的なんだ、理想的じゃん。なあケンヤ。するとケンヤさんは冷静にこう言い放ちました。俺には何人も男を泣かせてきたって感じに見えるけど。いや、そんなことないもん。ケンヤさんに冷たくあしらわれて、マナミはちょっと不満そうな顔をしました。そしてその苛立ちは次第に私に向けられるようになったのです。でもミカちゃんもすごいんだよ、すっごい頑張り屋なの。減量してここまで痩せたんだよ。何言い出すのよ。それは言わなくていいよ。そんな照れなくていいじゃない。私なんてもうちょっとお肉つけなきゃって思ってるけど、頑張ってもできないんだ。まなみちゃんスタイルいいよね。だよな、モデルさんみたいじゃん。もう私の話じゃなくてミカちゃんに注目。すっごい頑張り屋さんってことみんなに知ってもらいたいの。私のことはいいから、まなみお願いやめて。ミカちゃんね、20キロも減量してるんだよ。黙れ。頑張って必死に努力してようやく今の体型キープしてるの。私ね、そんなミカちゃんをリスペクト、すっごい尊敬してるんだよ。この女、20キロ、すごいでしょ。ほんと痩せたの、見てこれ当時の写真。そう言ってスマホを取り出し、私の大学時代の写真を見せ始めたのです。私にとっては一番見られたくない写真。怒りと恥ずかしさが一気に込み上げ、涙が出そうになりました。私は泣きそうになっているのを悟られたくなくて、お手洗いに逃げ込みました。するとすぐにナナが追いかけてきました。そしてナナからある話をされたんです。それを聞いて私はみんなのところへ戻ることにしました。私たちが戻るとすぐにマナミがマウントを取ってきました。ねえミカちゃん、どんなダイエットしたのか聞かせてあげなよ、みんな絶対聞きた。その話はもういいよ。何よ急に。それより君の話を聞きたいな。え、私のことですか。まず私のタイプは優しい。相当男を泣かせてきたよね。いや、ケンヤさん意地悪なこと言わないで。そのスタイル維持も金かかってんだろ。私は体質なの。ミカちゃんみたいにたくさん食べられたらもっと女らしい体型になるのかな。金でようやく維持してるのかと思ってた。え？私よりもマナミの方が努力家だよね。エステ三昧、羨ましい。私は努力なんて、もともと痩せてるし。へえ。何よ。まあでもさ、要は中身だからね。痩せてる痩せてないの前に人間性がどうかってのが一番重要だよな。なあマナミちゃん。いや、アイミー。え、今なんて。元彼にアイミーって呼ばれてたよね。知らない。何の話よ。アイミー、まだ気がついてない。俺ヒロの兄だけど。ヒロって、まさか。そう、
あんたが金散々巻き上げた挙句にポイ捨てした男、弟から奪った金でエステ三昧だろ。そんな証拠ないでしょ。でたらめ言わないで。証拠ならあるわ。ナナは意を決したように言いました。そうです、さっきお手洗いでナナはマナミの本性を暴いてやりたいと私に相談してきたんです。ナナはみんなにマナミとの LINE のトーク画面のスクショを送信しました。この前の男、タクシー代5000円だよ。ムカついたから財布ごともらってあげた。そんなことしたら泥棒だよ。仕方ないじゃん、週3でエステだし、あの男は私の財布なんだからいいの。そんなことしたらまずいよ。前付き合ってた人からもお金持ち逃げしたよね。ミラのこと？それともカズ？マサル？みんなさ、取られるようなとこに置いとくのが悪いんだよ。でも、そんなことしてたらいつかは。うるさいな。それより次の合コンはエリート男なんだからさ、私のことちゃんと立ててよね。この前あんたが勝手に酔っ払って仕事しなかったせいで有料物件他の女に取られたんだから。ごめん。今度連れてく女は対策取ってるから問題ないけど、ちゃんと働いてよ。対策？そいつ昔めちゃくちゃ太ってたの。調子乗ってたらその写真暴露してやる。証拠はあったね。ナナ、なんてことしてんの。てめえこんなことしてただじゃ置かないからな。マナミさん、キャラ忘れてるよ。うるさい。弟の金返してもらおうか。そんなの使ったんだからあるわけないでしょ。それじゃあ警察だね。待ってよ。あ、ねえ、シンゴくん、助けて。この人たち、私のこと誤解してるみたいなの。ね。そうしたら、この後、二人きりでどこか行きましょう。ああ、俺ブリッコのショーワル、絶対無理なんで。そんなネイルで作る料理は期待できないから。はあ？家庭的な人がいいって言ったじゃない。じゃあ、ともやくん、さっき私のこと可愛いって言って。はあ、俺、あんたなんて、しょっぱからアウトオブ眼中だし。じゃあ。弟、もうすぐここに来るから、じっくり話し合おうな。そんな、見逃してよ。ああ、性格が改善するエステがあったらよかったね。うるさーい。こうして、マナミは男をゲットできずに、窃盗で警察のお世話になることに。その後、マナミは自主退社したと告げられました。これまで男から巻き上げたお金は何百万円にも及ぶとか。これから返済していかなくてはならず、両親まで巻き込んで借金しまくりで返済していくみたいです。外見は変えられても、中身はなかなか変えられない。私ももっと、中身を成長させなきゃと思いました。ご視聴ありがとうございます。次はどんな変わったパニックさんが出てくるんでしょうか。お楽しみください。